皆さんこんにちは、ザワチャンネルの時間です。今日のお題こちらです。ザン、注目の動く山登り、山の神の称号は誰の手に、ということでですね、私このようなリストを作ってみました。さあ、おそらく当日の5区にエントリーされるであろう選手の一覧表なんですけれども、こちら皆さんと一緒にですね、上から見ていきたいなと思っております。まずはやはり、さあ、前回の山の神の称号を手に入れました青山学院大学、神の選手ですね。今年も1時間16分台の好記録出すんでしょうか、はたまた1時間15分台出ちゃうんでしょうかね。調子、まあ、2ヶ月間ね、全日本がありましたんで、どこまでこの調子を上げてきているのか、まあグレーゾーンではあるんですけれども、当日は神の選手の期待、まあね、一番もう筆頭ですからね、山の神ね、期待したいと思います。そして2番目、東洋大学ですね。こちら果たして服部兄弟の極へのスライドはあるのか、はたまたザワが押す、ね、五郎谷俊選手の起用はあるのか、ここが一番の注目どころ。酒井監督、まあ、悪天候であれば間違いなく五郎谷選手を押してきますんでね、当日のですね、箱根の山の天気によっては当日変更も十分ありえますんで、皆さんここも注目していってもらいたいと思います。そして3番目、駒澤大学、馬場選手、前回の3位、こちらがですね、まあ、経験を取るのが、まあ、おそらくですね、前回の低体温症でのブレーキ、まあ、ちょっと不安はよぎるんですけれども、おそらくリベンジしてくれると僕は信じてます。前々回3位はね、こちらも十分な成績ですから、やはり20分台を切れる選手っていうのは、どうしてもやっぱ欲しいんですよね。まあ、あの校長のね、大塚選手という線もあるんですけれども、僕としてはやはり、馬場選手にリベンジを果たしてほしいなという気持ちでいっぱいです。それで次行ってみましょう。早稲田大学、まあ、前回までは山本周平選手というですね、山登りスペシャリストがいたんですけど、そこに、まあ、前回8区異行寺の坂で好走を見せた安井選手がスライドしてくるんじゃないかなと、見立てをしております。異行寺の坂から箱根の坂へ、さあどれほどのパフォーマンス、実力を発揮してくれるのか、さあ楽しみな存在ですよね。そして東海大学、まあ、今年戦力充実してますからね。いや、諸積み体制5年目、いや前回前々回と区間5位の成績を収めたこちらですね、宮上選手、いや高校時代はあの青山学院のね、久保田選手と九州学院で黄金時代を作っておりますので、こちらの選手がおそらくもう前々回はもう1時間20分4秒ともう19分台に迫る記録を持ってますんで、3度目の正直、いやてくれると思いますよ。そしてこちら、日本大学キトニー選手、前回2位、こちらもですね、まあ、神の選手さえなければ僕がキングオブマウンテンだったよというぐらいのですね、はい、いや今年こそ区間賞を狙ってくるんじゃない、まあ、予選会でも1位でしたし、全日本でもねちゃんと走ってくれ、好走してましたんで、見せ場作ってくれるんじゃないかなと思いますね。そして明治大学、おそらくエース木村選手がスライドしてくるんじゃないかなとは思うんですけれどもね、まあ、1区2区に横手選手が復帰して走ってくれるか、ここが最大の注目どころです。まあ、もしも横手選手が間に合わなければですね、木村選手が1区2区に回らなければいけなくなるんで、明治大学しのぎどころですね、ここが難しいところです。さあ、まあ、木村選手ね、もしもエントリーされれば山登り頑張ってもらいたいと思いますね。そして今回初出場を決めました東京国際大学から浜戸隆也選手ですね。こちら大志田監督が高校時代からですね、山登りの適性を見抜いていたと。何度も高校時代にですね、あの大学で練習させたみたいなんですよ。そしたらもう大学生を圧倒する走りを見せてくれたと。この子は山登り向きだ、登り向きだと。もう一瞬で適性を見抜いたと言ってますんでね。あとこの太鼓判の選手、ぜひとも頑張ってもらいたい、まあ、ルーキーやですけどね、頑張ってもらいたいなと思いますね。そして最後に紹介するのがやはり拓殖大学、名将岡田監督、こちらも太鼓判を押しております馬場雄介選手、ね、拓殖大学としては久しぶりの14分30秒台の持ちタイムを、ね、30秒切る持ちタイムを持っている選手の入学ということで騒がれました。さあ、この馬場選手、果たして山登り、まあ、その勢いそのままに、まあ、夏合宿でですね、相当走り込んでると言っておりましたんで、いや、やはり拓殖といえばね、岡田監督は走り込ませてなんぼというところがありますんで、自信もついてると思うんですよ。山登り見逃せませんよね。展開楽しみです。もうザーもね、どんどんツイッターでこれからも箱根駅伝展望もしくは予想についてガンガンつぶやいていきたいと思いますので、皆さんも
熱いコメントリツイートよろしくお願いいたします。ザワチャンネルでした。チャンネル登録お願いします。